はい、皆さんどうもゆるふわと申します。いつもご覧いただいている方ありがとうございます。はじめましての方はよろしくお願いいたします。ということで本日の動画なんですけれども、結構僕ガサガサとか、経過観察とか紹介するのが多いんですけれども、今回もちょっと紹介動画になります。新しい仲間を迎えることになりましたので、その子をですね、連れて帰ってきました。なんとなく皆さん分かりますかね。実はもう体の一部が見えてるんですけれども、今結構テレビとかそういったのでもね人気なんですけれども、ちょっと暗くて分かりづらいかな。でちょっとカメラ近づけてみようかなと思ってさっき撮ったんですけど、ちょっと暗くてあんまりこうよく見えないので、ちょっとこの子に出てきてもらおうかなと思います。ということでちょっと画面切り替えますのでお待ちください。ご覧いただいている通り、このトゲトゲでね分かるかと思うんですけれども、ハリネズミちゃんですね。小動物の今テレビとかでも結構人気なんですけれども、この子を新しくうちのね、仲間としてお迎えをすることになりました。でハリネズミ自体は僕一度飼ったことがありまして、結構長い間ね飼育をして、10年まではいかなかったんですけれども、結構それに近いくらいまでね飼育することができたんですけれども、非常に可愛くてね、また飼いたいなと思ってたのところに、ちょうど里親さんのね募集を見つけまして、本当に文面とか直接お会いして、すごくね生き物を大切にね、ハリネズミちゃんたちを大切にされてる方で、事情がね本当にやむをえない事情だなっていうのも分かったので、それでね今回里親の方にね喜んでならせていただくことになりました。その方にもねこの子にもねこううちに来てよかったと、あずきの里親に出してよかったって思ってもらえるような、ね、飼育っていうのをねまた心がけていきたいと思うので、当然今後の経過観察とかっていうのも上げていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、あとはねこの子がちょっと今全然出てくる気配がないので、この子が出てくるまで待って、出てきたらねまたお話をさせていただくっていう形で撮影をしようと思いますので、この子が出てくるまで、カットします。じゃあ画面切り替えます。はい、すいません、お待たせしました。喋ったら今またピクって引っ込んじゃったんですけど、ようやくですね少しずつこう起きたのか、外の様子を伺い始めたので、動画再開してます。あ、顔が見えた。これでねまた僕今カメラの後ろにじーっとしてるんですけど、動いたらまた今みたいにねピクピクみたいな感じで可愛い。この子は今もう生後まだ1年も経ってない子ですね。可愛い。足が。はい。うわー、ついに顔見れたよ。顔見れたよ。引っかかってんの？引っかかってないの？彼が今回ね、うちに来た子ですね。でお名前の方は前のね里親さんがねポテちゃんって言ってね可愛がってたみたいなので、うちでもそのまま本当にね素敵な飼い主さんだったので、そのままこの子もね名前を受け継ごうかなっていうことで、お名前はそのままポテちゃんを引き継がせていただこうかなと思います。でちなみに、ね、今僕カメラの前でスタンバってるんですけど、やっぱりこう僕が動くとまだ慣れてないのでねビクビクっとしちゃうんですね。今でも若干こう僕が喋ってるとこうたまにねビクビクってするんで、おついに出てきた、顔が出てきましたね。おお、こけてる。で今回はねこの子のこう紹介をしながら、なんで転がってんの、あひょっとして戻っちゃうかな、あ戻っちゃったっぽい、あらせっかく出てきたのに戻っちゃった。ですね、ちょっとゲージの方、なかなか出てきそうになかったので、ゲージとかの準備をね、してたんですよ。
準備をしてたというかね、こう確認をしてたんですけど、そしたらですね、こう振り向いたら、あっていう感じで出てきてて、で僕がこう近づいたらですね、もう速攻でこう先ほどのネットネラハウスに戻ろうとしてたので、ちょっとそちらの方はね回収して、ちょっと数分だけちょっと撮影に協力してもらうことにしました。ただね、振り向いて結構もうサササーって感じで歩いてたので、意外とまだ子供なんでね、好奇心とかね、そういうのはある活発的な子でしたね。はい、針が取ってきた。もさもさって。まあそれでも結構こうやってね、活発的な子なので、まあ早い段階からね、ゆっくりと匂いに慣らさせてあげたりとかすることで、まあ慣れてくれる可能性が高いんじゃないかなと思いますね。でお話に聞いてた通り、とっても結構活発的なので、今こうやってね、もうカメラ気にしないくらいまで。あ、なんかあそこ潜りそうだな。結構元気に動き回ってます。はい、これが全体像ですね。お、早い、こんな感じで結構早いんですよ。で、僕の手とね比べると、よいしょ、ちょうどね手のひらサイズのハリネズミちゃんですね。もう本当に手のひらサイズです。で、上から見るとね、こうやってカサッてやると結構こう卵型になるっていうのはね、代表的なこうハリネズミのよく見る姿かと思います。はい、おお、早い。ちょっとせっかくなのにこの中潜っちゃうとやだな。サクッと、ごめんね、少しだけ協力してね、ポテちゃん。こんな子ですね。いやー、なんともこのお目目がね、すごいこうクリッとしててね、丸くて可愛いんですよね。でね、なるべくね、ちょっと正面からお見せしたかったなと思ってるんですけど、撮れるかな、あ、ダメか。こう正面から見るとですね、こう耳とかのね、やっぱバランスとかでね、あ、ネズミだなみたいなね、結構可愛いんですよ。これでカメラに自分から近づいてきてくれないかな。あ、めっちゃ怒った。そうだ、そのまま顔上げて。どうです、わかります、これ、はい、あー、針の感じもわかりますね、これ、ね、これ結構痛いんですよ、チクって。で、僕ね、袋越しにこう実はね、思ったよりも貫通してしまってね、あ、痛ってなったんですけど、懐かしい痛みでしたね、本当に。その後結構ジーンとくるんで。で、結構ね、このくらいの段差だったらなんか登っちゃいそうですね。話に聞いてた通り、結構元気な活発な子ですね。ただまあ当然うちに来て数時間なので、こんな感じですぐに丸くなるんですけど、まあこれはまあ正常な反応だと思うので、ということでね、今回はちょっとこの子の紹介をさせていただきたくってお迎えしましたっていうね、報告と紹介ですね。まあ、逆に僕も預けてくださったっていうことで、なるべくね、こう、むしろも後悔、ね、しないでもらうように、こうやって動画撮ったりとか写真送ったりとかして、里親にね、出してよかったと思ってもらえるように飼育頑張っていきたいと思います。この後、この子のね、紹介を出した後にすぐに、ゲージとか使うものとか、そういったもののね、紹介もしていきますので、まあ、それもすぐ動画出すと思いますので、よかったら覗いてみてください。今後もね、ちょっとこの子のね、経過観察、他のお魚さんとかね、ワンちゃんとかと同じように出していきたいと思いますので、楽しみに待っていていただけると嬉しいです。今ね、うちの子がね、ちょっと左側にね、のんびり休んでるんですよ、実は。こんな感じで近づくかな。さすがに近づかないか。かわいいな、ザ・ハリネズミって感じですね。結構やっぱり、ちなみにこの子ノーマルタイプの毛並みの普通のカラーですね、ノーマルカラーですね。お、距離が近くなってきた。でもやっぱり分かってるんですよね、なんかこう遠回しに匂いを嗅いでますね。
うちの子たちはね、基本的には甘やかってたハリネズミにこう匂いを嗅ぎに行って針でこう刺されて痛かったみたいで、それ以降近づかないので、なんとなく覚えてるんじゃないかなと。もう2匹はね、もう2頭はもうすでに避難をしてるんじゃないかなと思います。でこの子なんかはね、もともとこうちょっかいを出すタイプの子ではないので、あんまりこう警戒をしてないですね。自分から行かないので。はい、もうめちゃくちゃクーチクンクンしてる。お、近づいてった。まあ、ひょっとしたらね、この子がなんかすごい反応した時とかは、ストレスをね与えないためにすぐに引き離そうかと思うので、ちょっとねカメラが急にブレちゃったりしてることがあるかもしれないんですけど、まあでもなんか見てる感じお互いいい距離保ってるな。当然ちょっとね今回撮影で今ここにいるんですけれども、まずは最初は僕の部屋で静かな環境で、まあ、少なくとも1週間くらいはのんびり過ごして、ハウスに慣らせますので、まあ、ワンちゃんとのね正式なちゃんとしたご対面っていうのはその後になります。はい、もうだいぶ喋ったかなもう多分ねだいぶ喋った気がするので、時間も結構いい頃なんじゃないかなと思いますので、今回はねここで終わりにしたいと思いますよどうせだったら顔アップしないかな。おお、あ、落ちるからやめて今これソファーの上なのでちょっとカメラでガードしましたこれ以上こっちに来ると落ちるんでね。で全然カメラ怖がる様子は今なかったので、結構撮影しやすいかもしれないですね。距離取りましたね。なんだよ。あ、うちのお父さん犬登場です。お父さん犬のね、経過報告はね、概要欄とかにも載せてるんですけど、また出していきます。今のところね、突出でね、ちょいちょい吐くんですけれども、嘔吐とか元気がなくなるっていうのはね、なんとか防いでますので、元気に過ごしてます。まあ、未だにちょっといろいろ様子見の最中ですね。結構ねもう時間喋っちゃったと思うので、今日はこの辺で終わりにしましょう。また次ねこの子のお家とか用品とかの紹介動画でね、この子もご案内しますので、また次の動画でお会いしましょう。はい、それでは今日も長々見ていただきありがとうございました。それではまた次の動画でよろしくお願いいたします。それじゃあみんなバイバイ最後にビクッ。はい、じゃあ本当にこれで終わりにします。じゃあねー。はい、これはおまけ動画です。ですね、まあ、撮影が終わったので、置いてあげました、ハウスを。あれ、予想と反して、スタコラって入ってくと思ったんだけど、入ってかないや。あんまりこう、おまけだから、こう、長く動画を作りたくないんだけどな。よいしょ。緊張してるんでね、スタコラって入ってきてくれると思ったんですけどね。あ、やっぱりスタコラーって入ってってくれましたね。はい、おまけの方はこれで終わりです。では、次のね動画でお会いしましょう。じゃあねー。